歴史上、灰色に着色した部分が、フリースラント。現在は斜線を入れた部分で、フリスク語が話されるフリースラントは、オランダドイツの北海沿岸の地方名。沖合にある、フリースラント諸島を含む、固有の言語である、フリスク語では、フリスラン。他、フリジア、フリースラント。歴史的には、西方系ゲルマン人のフリース人が居住した。 全体は次の三つの地方に分けられる。フリースラント諸島は、北海の海岸に沿って断続的に連なり、上紀山地方に属すにし、東、北の三諸島に分けられる。これらによって北海から隔てられた海域を、ワッテン海と呼ぶ。フリースラントの住人は、潮の看板への対策として、テルプと呼ばれる人口の森土の上に家屋を建て、47年に、 フリースラントを訪れた博物学者のダイプリニウスは潮の干満にさらされるテルプの上の家を船に例えた。テルプの上の家屋はドイツ風の様式であるが屋根の吹き方はオランダ、ドイツのいずれとも異なる。12世紀頃から海岸線に沿った堤防の建設が進められ1200年頃にはフリースラント全体が堤防で囲まれるようになった。穀物の栽培は あまり盛んではなく、落農が農業の中心で、フリージアン種の牛が飼われている。フリースラントには、土質の安定した海青年土質の土地が多く、紀元前5世紀頃には、沿岸部に居住する人間が増加していった。ローマ帝国が衰退した後、ゲルマン人がオランダに、進出し、フリースラント王国を建設するが、734年に、フリースラントは、 フランク王国のカロリング家のカール・マルテルによって制圧される。フランク王国はライン川沿岸に教会を建設し、キリスト教の布教によるフリース人の統合を試みたが、十分な成果は上がらなかったと言われている。ボニファティウスによる布教活動も難航し、754年にボニファティウスはフリース人によって殺害された。七世紀から八世紀にかけて、 フリース人の水路を利用した商業活動が活発化し、ドイツ奥地、イギリス、フランス、スカンディナビア半島に進出した。9世紀からオランダはノルマン人の攻撃にさらされ、フリースラントはノルマン人の最初の標的とされる。841年にフランク・王ロタール一世は二人のノルマン人に爵位を授け、そのうちの一人であるロリックによってフリースラントに ノルマン人の公国が建てられる。885年、ホラント家のヘルルフによって、ノルマン人の公が殺害され、ノルマン人の国家は消滅する。11世紀にフリースラントは、ドイツのブラウンシュバイク博の領土に属し、12世紀には、ホラント博とユトレヒト司教の共同統治領とされるが、統治は、形式的なものにとどまり、1100年以降実質的に、 領主が存在しない状態が続いていた。歴代のホラント博はしばしばフリースラントの制圧を試みたが、完全にこの地を支配下に置くことはできず、1256年にフリースラント遠征を実施したウィリム2世は、フリース人の農民の襲撃を受けて落命した。フリースラントは時に、領主なきフリースラントと言われ、封建制や領主制が定着せず、 住民はいずれも自由身分の農民であり、当時の西ヨーロッパでは、例外的な地域となっていた。14世紀から15世紀にかけてのフリースラントでは、私的権力組織が活動し、しばしば死闘が行われたと言われている。1524年にフリースラントは新生ローマ、皇帝カール五世によって併合され、長らく続いていた領主の不在は終わりを迎える。フリースラントは、 オランダの中で最も遅れた地域の一つだったが、大堤防の建設によって、中心地域との時間的距離が短縮され、急速な開発が進められた。古くは、ゲルマン人の一部族フリース人が住んでいた。現在のフリース人も固有のフリスク語を用いており、学校では第二国語として教えられている。フリスク語は隣接する地域で話される。 オランダ語よりも英語に近い特徴を持つが、北海漁業を通じて、フリース人がイングランドの漁民としばしば接触したためだとする説もある。フリスク語による本、新聞、ラジオ放送があり、独自の民族音楽も作られている。ありがとうございます。